皆さんこんにちは、フーディーボーイです。以前の金沢から引き続き、北陸で今回は福井でおすすめのお店を10軒紹介します。福井といえば越前ガニ、要は福井で水揚げされるズワイガニが有名ですが、今回はカニ以外のグルメに焦点を当ててみました。というのもズワイガニ漁のシーズンは限られているのと、カニメインで行く人も他のものも食べるだろうし気になるだろうということで、今回はそういう風にしてみました。カニ中心のシリーズも見たいという人がいたら第2弾をやりますので、コメント欄から教えてくださいね。またカニ食べて高級店巡ってとにかく贅沢旅行したいんだというバブリーな人もいれば、カニでお財布が寂しくなる予定で他は安くて美味しいものを巡りたいといういろんな人がいると思います。なので今回も高級店から1000円前後で食べられるお店まで幅広く紹介するので、ぜひ最後まで動画を見ていってください。それではお店を紹介していきます。1軒目は寿司十兵衛さん。こちらはミシュラン2つ星を獲得している全国的に有名なお寿司屋さんです。当然予約困難との噂だったんですが、カニの時期を外したら意外とすんなり予約が取れちゃいました。結論から言うと、福井県に行くなら必ず寄りたい最高のお店だと思います。そう思った理由として、こちらのすごいところは3つあります。1つ目は仕入れへのこだわり。もちろん福井ならではの地元で採れたネタを使いつつも、産地にこだわりすぎず旬の美味しいネタを提供するために全国各地からもネタを集めているそうです。また以前こちらの一興さんの動画でもカニの鮮度の重要性について説明したんですが、こちらのお店も同じくカニの仕入れへのこだわりがかなり強いみたいです。なんでかっていうと、採れたての新鮮なカニは香りが普通とは全然違うかららしいです。福井名物の越前ガニをこんな海の近くで取れたてを入手して調理できるっていうのはこのお店ならではですよね。ですが今回は越前ガニの解禁前に行ったので残念ながらカニはなしですが、カニの時期にまた行きますので、それも動画で見てみたい方はコメント欄から教えてくださいね。2つ目のすごいところがバランスのいい握りです。シャリは程よい赤酢の配分になっていて、赤酢のパンチが効いているという感じではなくて、ほんのり赤酢の香りが心地よく漂う感じです。他にもサバは筋目具合がまろやかな味わいになるようなちょうど良さだったり、迷いガツオは薬味で爽やかに調和されていたり、ボタンエビは3日寝かして程よい水分量と食感になっているなど、一貫一貫の完成度がとても高いです。3つ目はコスパ最強だからです。特にランチが超お得で、これだけ全国からお客さんを集められるお店でありながら、なんと1万円のお任せコースとなります。全部で11貫と巻物と玉とお椀とデザートが出てきました。ミシュラン2つ星のお寿司屋さんでこんなにお客さんを選ばない価格設定のお店は全国探しても珍しいのではないでしょうか。1万円のランチと考えると高く感じる人もいるかもしれませんが、素材へのこだわりと握りの完成度の高さを考えたら超お得だと思います。しかしこちらはカニシーズン、なおかつディナーが本領発揮らしく、次はカニシーズンの夜にお伺いしたいと思ってます。その時にさらに詳しい食レポは取っておこうと思いますので、それも気になる方は気長にお待ちください。とにかく福井で最高峰の素材で握った寿司を味わいたいという方はぜひこちらへ行ってみてはいかがでしょうか。2軒目は地層園さん。こちらはミシュラン一つ星を獲得している日本料理屋さんです。福井駅からは15分前後かかる場所にあって、繁華街から少し離れた立地というのもあってか、口コミの数もまだあまりなくて穴場のお店です。ミシュランの星を獲得している日本料理といったら、敷居が高くてお値段もバカみたいに高いというイメージの人もいるかもしれません。しかしこちらのお店はミシュラン一つ星を獲得するほどの実力のあるお店ながら、珍しく価格帯の低いコースメニューも準備してあります。今回は一番安い破格の5000円のコースを頼んでみました。他にも品数や素材をランクアップしたら7000円から2万円の間でいくつかのコースがあるみたいです。今回の5000円のコースで出てきたものの中で特に美味しかったものをいくつか紹介します。まずはこちらのすっぽん団子のお椀。この餅みたいなものの中にすっぽんが入っています。一番安いコースですっぽんを使ってもらえるなんて驚きですね。このすっぽん団子は蒸しているみたいで、表面はツルッツルで噛み応えはもちっとしてて弾力があります。中を割ってすっぽんが現れると、それだけで美味しい洗練された出汁にさらにすっぽんの深みのある力強い旨味が加わります。またこちらのサラダはフグの白子のソースとポン酢がかかっていて旨味たっぷりサラダとなります。まさかサラダをつまみに日本酒が飲みたくなるとは思ってもいませんでしたね。次は蒸しレンコンとうなぎ。蒸してホクホクになったレンコンとうなぎを粗めの練り物にして、その周りにはうなぎだしのあんかけがたっぷりかかっています。練り物もあんかけもそれだけで酒が飲めるほどに美味しいですが、合わせて食べると旨味が複雑に絡み合う感じで相性抜群ですね。これはご飯にかけてかき込みたいぐらいです。日本料理や和食は好きだけど、極端な高級店に行く予算はないし、割高のお店に行くのは絶対に嫌だというような方はぜひこちらへ行ってみてはいかがでしょうか。3軒目は牛若丸さん。こちらは福井のご当地和牛若狭牛が食べられる牧場直営の焼肉屋さんです。牧場直営というのもあって、繁華街からは少し遠くて、福井駅から電車で40分ほど行ったところにあるあわら温泉という温泉街にあります。立地と牧場直営というのもあってか、コスパよく上質な和牛が食べられます。若狭牛というのが生産量が少なくて希少らしいからか、あまり有名ではないかもしれませんが、実は明治時代から食されている歴史ある和牛だそうです。血統としては神戸牛や松阪牛と同じ
但馬牛の血統から来ているそうで、脂のサシがきめ細かく、とても綺麗なのが特徴的です。また、オレイン酸が高くて、脂肪の融点が低いので、口どけがいいサラサラとした脂という特徴もあるそうです。実際に食べてみると、確かに噛み締めた瞬間に肉汁と脂がじゅわっと溢れ出て、すぐにサラサラっと喉元まで溶け出していくような感じです。なので、霜降りの部位でも脂ぎっしゅでベタつくというような感じは全くありませんね。それでいて旨味がとても強いので、食べた瞬間や後味に脂っぽい嫌な感じがなくて、旨味だけが余韻として残っているといった感じです。また、牧場直営というのもあってか、ハラミやタンなどのホルモン系もしっかり若狭牛と識別されているものがオーダーできるのもいいですね。牛すじ煮込みも若狭牛を使っているらしく、トロットロの食感で旨味が強いけどしつこくないといった味わいです。温泉街にあるので、日帰り温泉や足湯で非日常感を満喫して、一汗かいてから極上のご当地和牛で焼肉とビールなんて最高の小旅行ではないでしょうか。時間に余裕がある方はぜひこちらまで足を伸ばしてみて、英気を養ってみてはいかがでしょうか。4軒目はメダカさん。こちらは今回一番衝撃を受けた超穴場のお店です。本来はたこ焼き屋さんなのに、超上質な熊肉やイノシシ肉をコスパ最強で食べられる、知る人ぞ知るお店です。熊肉やイノシシ肉って臭くないの？本当に美味しいの？って疑問を持っている方は、以前紹介したこちらのジビエのお店の動画や、こちらの岐阜編の動画もぜひ見てってください。その動画で紹介した最高峰のジビエが食べられるお店と比べても、特に熊肉はそれに匹敵するほど美味しいです。味付けとしてはタレ焼肉という感じで、甘辛いタレに絡めて鉄板で焼いています。そのタレに全く負けないほどの強烈な旨味と脂の甘みがじゅわっと溢れ出していきます。熊の脂は融点が低いので、口どけが良くてサラサラとしてて最高ですね。若狭牛よりも融点が低くて旨味が強いと思います。それを丼で白米に油の溶けたタレを染み込ませながらかき込むのは至福の味わいですね。上質な熊肉を提供されているお店はどこもそうなんですけど、腕のいい漁師さんとの関係性があって、これだけ臭みのなくてクオリティの高い熊肉を仕入れることができるそうです。また熊肉が硬くならないような火入れ加減の工夫というのがあるらしく、ただただ高い素材を仕入れて焼いているだけではないみたいですね。またイノシシは生姜焼きのような味付けで、こちらもやはり豚肉より油の融点が低くて口溶けが良く旨味が強いです。熊肉よりは部位的に油の旨味というより肉々しさを味わうといった感じでした。メニューには丼や定食しかありませんが、お願いしたら肉だけの単品も頼めます。熊肉とイノシシ肉のどっちを食べるか迷っちゃう方は、間違いなく熊肉の方がおすすめです。他にも熊そばやイノシシうどんというメニューもあるらしく、今度またそちらも食べてみたいですね。食べたことがある方はぜひコメント欄から感想を教えてください。これだけのクオリティのジビエがわずか1000円前後で食べられてしまうのは奇跡に近いですね。なんでこんなに安いのか、採算は大丈夫なのか聞いてみたら、やはりあんまり大丈夫ではないそうですね。どうやら最初はもう少しお高く適正価格でやってたそうですが、地元で商売していくにはこの価格設定じゃないとお客さんが食べられないし、高校生などの学生さんにも美味しいジビエを味わってほしいという思いがあってこうしているみたいですね。個人的には倍の値段でもこれを食べるためだけに、福井からわざわざ足を伸ばしてでも行く価値があると思ってます。なのでグルメな大人が押し寄せて価格が高騰しちゃう前に、コスパ最強で極上の熊肉を食べてみたいっていう方はぜひこちら行ってみてはいかがでしょうか。ちなみに看板も何もないので、西鯖駅の目の前にあるたこ焼き屋さんを探して訪れてみてください。そしたらそこに熊丼などの張り紙があると思います。ジビエは天然食材なので無尽蔵に取れるわけではありません。なのでこのお店目的に西鯖へに行くことを考えている方は、在庫がなかったら悲しいと思うので、気になるなら事前に確認してから訪れるといいかもしれませんね。ここから3軒は福井名物の越前そばが食べられるお店を紹介します。越前そばというのは、そばの実だけじゃなくて、そばの殻まで一緒に引いたそば粉と強力粉をつなぎにして作った麺で、大根おろしと鰹節と一緒に食べるスタイルのそばらしいです。強力粉を使っているので、歯ごたえがあるのが特徴的で、喉越しよりも噛み応えを楽しむのが越前そばの味わい方だそうです。たまたまかもしれませんが、今回選んだ3軒とも越前そばの特徴はありつつも、結構違いがあったので説明していきます。まずは亀蔵さん。こちらは4軒目のメダカさんと少し近くて、サバエにあるお店です。ミシュランのビブグルマンにも選ばれていて評判のいいお店で、そばは全部お店で手打ちしているそうです。こちらはまさに越前そばっぽく、辛みのある大根おろしのパンチがすごく効いています。今回の3軒の中で一番パンチがあったかもしれません。正直僕のように食べ慣れていない県外の人からしたら、ちょっときつく感じるかもしれません。ですがこの巨大なかき揚げを崩しながら食べたら、まろやかな味わいになってうまく調和されました。頼んだメニューがかき揚げのセットだったからかもしれませんが、かき揚げとかと
と調和する前提でこの辛味大根になっているのかなとも思いました。ちなみに蕎麦はやはりコシが強くて一見少量に見えても食べ応えがかなりあります。鯖江にはメガネミュージアムという博物館があるので、鯖江に用事がある人はメダカとセットでぜひこちらへ行ってみてはいかがでしょうか。6軒目は蕎麦倉谷川さん。こちらもミシュランビブグルマンを取っているお店です。越前市にありますが、最寄り駅からは遠くて車じゃないと行くのが大変そうな場所にあります。そんな立地ながらも亀蔵さんよりも入店が難しくて結構並びましたので、早めに行くことをお勧めします。こちらの蕎麦は3軒の中で一番香りが強かったです。それもそのはず、こちらはとわり蕎麦、つまり小麦粉を一切入れずに蕎麦粉のみで麺を作っている上に、蕎麦の身と殻が粗挽きで入っています。なので食べると穀物感すらあって、力強い蕎麦の香りが漂って、普通の蕎麦とはかけ離れた唯一無二の味わいです。麺の一本一本は短い代わりに太い平打ち麺なので、少量でも食べ応えはしっかりあります。大根おろしはいろんな辛味の大根をブレンドしているらしく、亀蔵さんまではいかないぐらいの辛さです。ちなみに蕎麦がきも同じぐらい力強い香りなので、蕎麦の香りが好きな人には絶対におすすめです。しかも蕎麦と比べて温かいので、ふわっと心地よく香る感じです。またもちっとした食感が蕎麦とは違った楽しみ方ができて、これもいいですね。唯一無二の越前蕎麦を食べてみたい方はぜひこちらへ行ってみてはいかがでしょうか。7軒目は鶴木蕎麦さん。こちらは昭和8年に創業されている超老舗の蕎麦屋さんです。今回は支店にお伺いしたのですが、繁華街の中にあって支店だけ朝9時から営業しているので、下手なホテルで朝食を食べるぐらいならこちらで越前蕎麦を食べた方が絶対にいいですね。評判のいいお蕎麦屋さんというと、量も少なくて無駄に高いみたいなお店も結構あるかと思います。でもこちらは食堂といった感じのレトロな雰囲気もあってか、ほとんどの蕎麦のメニューは1000円以下で腹いっぱいに食べられます。一番シンプルなおろし蕎麦なんかは550円で食べれちゃってコスパ最強ですね。こちらは3軒の中でも大根おろしが一番辛みやえぐみがなくて食べやすかったです。辛みのない大根を探すのは結構難しいことらしいのですが、かなり材料選びにはこだわっているそうです。また麺は手打ちでのニッパチ、つまり2割小麦粉8割蕎麦粉らしいです。3軒の中では一番硬くないですが、それでも普通の蕎麦に比べたら噛み応えがあってワシワシと食べ応えがあります。越前蕎麦を食べそびれた人や朝食難民の方はぜひこちらへ行ってみてはいかがでしょうか。ちなみに通し営業で夜1時半までやってるみたいなので、締めにもいいかもしれませんね。ここから2軒は福井名物のソースカツ丼で有名なお店を紹介します。どっちに行くか迷っている人もいると思ったので、食べ比べて違いをお伝えしようと思ったのですが、先に結論から言うと、カツ丼自体はそんなにはっきりとした違いはないと思いました。違うのはアクセスとメニューのラインナップぐらいでしょうか。行きやすい方どちらかに行くのがいいと思われます。でそもそもこの名物と言われているソースカツ丼とは何ぞやという話なんですが、簡単に言うとウスターソースがベースの甘みと酸味のあるタレに揚げたての薄いカツをくぐらせた B 級グルメです。身も衣も薄いのもあってか、意外と軽やかな味わいで、ソース自体の塩味、甘み、酸味の調和がいいので、従来のカツ丼よりも食べやすいのが特徴的だと思いました。味の違いを強いて言うなら、ヨーロッパ圏の方が肉がちょっと厚めでジューシー、白米の粒立ちがちょっと良かったように個人的には感じました。ぶっちゃけ誤差かもしれませんので、そこはご了承ください。皆さんはどっちが好きか、行ったことある人はぜひコメントくださいね。またヨーロッパ圏の本店は繁華街のど真ん中にあって、アクセスもいいし、営業時間も通し営業で観光者的にはありがたいですね。ちなみに今回はいろんなカツを食べ比べてみたかったので、メンチカツとエビフライも入っているスペシャルカツ丼にしてみましたが、やはり普通のとんかつが一番美味しかったです。エビフライとメンチカツも予想以上の大きさで食べ応え抜群でした。そしてもう一店舗の方の福神さんでは、今回はオーソドックスにカツ丼の小を頼みました。ももとロースの両方の部位が入っていて、ロースは脂身の部分とそうじゃない部分の違いが食べてる部位によってよくわかります。ももの方が全体的に肉汁が行き渡っていてジューシーな味わいで、個人的には好みでした。こちらはアクセス的に車がないと厳しい立地ではあります。福井といったら名物の恐竜博物館を車で見に行くっていう人もいるかと思いますので、そういう車移動がある人にはこちらがいいかもしれませんね。10軒目は吉陣さん。こちらはリーズナブルに地物の海鮮料理が食べられる大衆居酒屋さんです。福井駅の目の前というのもあって、アクセスも最高です。そんな高立地でありながら予算 4,5 千円で一通り飲み食いできちゃうお財布に優しいお店です。ソースカツや越前そばを除いた福井っぽい名物は一通り揃っているといった印象です。特に刺身の盛り合わせや梅貝の旨煮は大ぶりで食べ応えがあるので、とりあえず頼んでおいて間違いはないでしょう。なんか福井名物を食べ忘れてるぞとか、あんまり福井っぽいもの食べられなかったというような人はこちらに行って思い残すことなく福井らしい食べ物を満喫されてはいかがでしょうか。最後におまけで松岡健さん。どうやらあんまり僕の視聴者さんには甘いもの好きがいないっぽいんですが、こちらは個人的にすごく気に入った福井名物のお菓子なので紹介させてください。ここで有名なのは福井名物の羽二重餅です。羽二重餅を超簡単に説明すると、米と砂糖と水飴だけで
作ったお菓子だそうです。上品な甘さで表面はサラサラとしてて、餅は柔らかくてもっちりとしています。例えると雪見大福の外側を分厚くした和菓子といった感じでしょうか。雪見大福好きにはぜひ一度試してみてほしいです。僕も雪見大福が好きなので間違いないと思います。店内では食べられませんが、お土産として持ち帰ることができるそうです。以上が福井旅行でおすすめのお店10選でした。美味しそうだな、行ってみたいなと思ったら高評価とコメントをお願いします。よかったらチャンネル登録と拡散もして、このチャンネルを応援してくれると嬉しいです。それではまた。